戦哨戒ヘリコプター SH-60K の秘密に迫る。世界最先端の能力。海上自衛隊の対戦ヘリコプター SH-60K は SH-60J の後継機として開発された。対戦能力が向上し、高い機動性により広い捜索エリアをカバーでき、輸送能力も向上したヘリコプターである。海上自衛隊ではこの対戦ヘリコプターのことを通称 HS と呼ぶ。ほとんどの護衛艦は後部の飛行甲板や格納庫に HS を搭載できる構造となっている。ヒューガ型は最大11機、出雲型は14機を搭載することができる。 HS の主な任務は、艦艇と共同で潜水艦を捜索、探知、攻撃するほか、艦艇のレーダーでは届かない水平線異変の目標を上空から捜索して識別する。また人員や旧艦の移送、故障した艦艇の部品を運搬、災害派遣での捜索や救助も行ったりする。 SH-60J から大幅な変更が行われ、能力が向上した SH-60K は現在海上自衛隊のヘリコプターの主役でもある。今回は対戦ヘリコプター SH-60J と 60K の違いやそのスペック、また上空からどのようにして潜水艦を探知して攻撃するのかについて解説していこう。 SH-60J から進化した 60K の能力とは。現在海上自衛隊には SH-60J が35機、 SH-60K が52機、UH-60J が10機、 MCH-101 が10機配備されている。 BD 型護衛艦のヘリコプター搭載能力は基本的には1機で、天霧型以降の DD 型護衛艦は2機搭載できるように格納庫と飛行甲板が拡張されている。しかしこの拡張は常時2機を運用できるといったものではなく、非常時に使用するためのものであった。実際に格納庫に2機搭載できるようになったのは村雨型からであるが、これも同時に2機を運用するためのものではなく、例えば海外派遣などで半年間日本を離れる必要がある際に予備機や部品交換用として機体を格納するためのものである。アメリカ海軍は当時艦艇搭載型のヘリコプターとして SH-60B を開発した。それを日本独自に改良したのが SH-60J で、生産数は艦載型67機、陸上型36機の合計103機である。1、2号機はシコルスキー社が製造し、3号機以降は三菱重工がライセンス生産を行った。運用は1991年から始まり、 60J が配備された1992年の翌年にはすでに 60K の研究が始まり、1997年には 60J 海として試作を開始した。後継機である 60K に求められたのは対戦・対水上戦能力の向上、人員や物資の輸送能力、警戒監視などの任務、安全性の高さであった。これら全てを実現するために改造が施された結果、機体形状やエンジン、ローターの変更、搭載機器類やセンサーの追加が行われることとなった。では具体的に 60J と 60K ではどのような点に違いがあるのだろうか。 SH-60J から 60K への進化と見た目の違い。 SH-60K のスペックはこのようになっている。まず見た目の違いであるが、 60K は機体サイズが大きくなっている。キャビン高が15センチ、コックピット後部が33センチ延長されたため、キャビンドアが1枚から2枚になり、開口部が広くなったことで救難や輸送任務などの適応性も向上した。機体の大型化に伴い人員輸送能力が12名に増加し、災害時は救助用の吊り上げ装置であるホイストを使用し、機内に担架を配置することもできる。また警戒監視任務では上空から警告射撃ができるように74式機関銃も装備可能となり、幅広い任務に対応できる仕様となった。
半球状の窓であるバブルウィンドウも大型化され、上空からの視認性が向上している。 60K では後部の窓が2つになっている点も 60J との違いである。国産のレーダーや対戦システムを搭載し、1999年から不審船に対応するためミサイルを避けるチャフやフレアといったおとりも装備されている。機体サイズが大きくなった分、エンジンももちろん強化されている。2145馬力のターボシャフトエンジンを2機搭載し、その力を発揮するメインローターブレードも独特の形状に変更されている。 60J のブレードはまっすぐな形状であるが、 60K は先端部分に角度がつけられているのが特徴だ。複合素材で形成されており、ケプラー繊維を使用することで強度が高く軽量化されたブレードになっている。ブレードの長さを変更することなく、形状や素材を変えることでホバリング効率が 60J よりも 5% アップした。これにより 60J のホバリング可能重量が 9900kg から 1900kg になり、1トン近く向上する結果となった。ただし、ブレード先端に角度をつけた影響により空気抵抗が増え、最大速力は 60J よりも時速 30km ほど低下している。この新型ブレードは開発段階では何度も亀裂を生じていたが、ブレードが原因による事故は発生していない。次に、武器やセンサー、潜水艦の捜索法について見ていこう。水中に潜む潜水艦を捜索、探知、撃沈せよ。 60K は機体の他にセンサーや武器もアップデートされている。 AI 化により敵潜水艦の未来予想位置を算出することができるなど、対戦能力は飛躍的に向上している。空中のヘリコプターがどうやって水中に潜む潜水艦を探知して攻撃するかであるが、 HS は潜水艦を探知するためのリッピングソーナーというセンサーを搭載している。ソーナーとは水中で音波を送信するセンサーで、潜水艦に当たって反射した音波を分析することで方位や距離、進路、速力が判明するシステムである。 HS は艦艇と共同で潜水艦の存在しそうなエリアで捜索を開始する。ホバリング状態でワイヤーにつながったソーナーを水中に下ろして捜索し、反応がなければ次のポイントに移動といった行動を繰り返す。もしソーナーに反応があれば、艦艇にデータ送信し協力して正確な位置を割り出す。このように自らが音を出して捜索する方法をアクティブモードという。もう一つの捜索方法がパッシブモードだ。パッシブモードとは、潜水艦が出すエンジン音やスクリュー、モーター音などを探知する、いわゆる聞き耳を立てる捜索方法である。 HS にはソノブイと呼ばれるセンサーが多く搭載されており、これを海に投下することで水中でマイクロフォンの役目を果たす。ソノブイは水中の音を採取して音響データを電波で送信する。このデータを感情で分析することで潜水艦の種類や大まかな位置が判明する。このようにアクティブとパッシブの2種類の捜索法で、 HS は上空から水中の潜水艦を探知、識別することができるのだ。さらにマットと呼ばれる磁気探知装置が装備されており、これをワイヤーで吊り下げた状態で飛行する。潜水艦が存在した場合、船体の磁気をマットが検知して場所を特定するというセンサーである。ソノブイやマットは対潜哨戒機にも搭載されており、同じような戦術で潜水艦を追い詰める。ソーナーやマットを使用して潜水艦を探知し、ある程度の位置を極限できたなら魚雷攻撃を行う。 旧タイプの 60J は重量制限により搭載できるのはマーク46単魚雷のみであったが、 60K では国産の97式一蓋式単魚雷を搭載できるため、現代の潜水艦のようにより深い深度や高速で移動する目標に対しても攻撃することが可能となった。また対潜爆弾を投下することで、浅い深度に存在する潜水艦だけでなく、不審船に対しての威嚇や警告もできるようになった。
離の敵艦艇を識別、攻撃せよ。 SH-60K はレーダーもアップデートされている。従来までは目標を探知した場合、それがどのような目標かは不明であったが、 60K に装備されているアイサーは探知した目標を画像化して、その船体形状が判別できるようになっている。つまり何らかの目標を探知した場合、それが空母なのか駆逐艦なのか、もしくは商船なのかが類別できるレーダーであるため、攻撃対象がより明確になる。アイサー画像は艦艇にも共有でき、そのデータをもとに識別を行った後、対艦ミサイルを発射して攻撃する。さらに対戦魚雷しか搭載できなかった 60J に比べ、対艦ミサイルも搭載できるようになっているなど、攻撃力も向上している。ヘルファイアは本来対戦車用であるため、大型艦艇の撃沈などは難しいが、ある程度のダメージは与えることができるので、味方艦艇との共同攻撃で使用すればその効果は高い。コックピットは液晶ディスプレイを採用したグラスコックピットで、 60J よりも視認性が良くなり、デジタルマップや赤外線カメラで撮影した画像を表示することができる。世界初着艦誘導支援装置スラス。 SH-60K には世界で初めて実用化されたスラス着艦誘導支援装置が装備されている。スラスは GPS の位置情報により、母艦の60ヤード付近まで赤外線とレーザーによりアプローチし、飛行甲板上へ自動で移動してホバリング、着艦までの一連の操縦をシステムが自動で行ってくれる装置である。特に夜間や悪天候における視界不良時において、パイロットの操縦ミスを大幅に軽減できるシステムである。海上自衛隊でもそのような状況下ではスラスの使用を推奨しているが、パイロットによる着艦よりも時間がかかることや、システムに頼りすぎると自らの技量が落ちることを懸念するパイロットも多く、夜間や視界不良時でも誘導灯を頼りに自ら操縦するパイロットは多い。対戦ヘリコプター SH-60K。 まとめ。護衛艦に搭載する HS は SH-60K が多くなってきているが、 60J よりも全長が長いため、飛行甲板の狭い従来の護衛艦は 60J を搭載している。また陸上でも20機ほどの 60J が運用されている。 60K は約90機を調達予定で、それ以降はさらに対戦能力が向上した次世代ヘリコプターを開発する計画である。具体的にはステルス化が進んでいる近年の潜水艦に対処するために、朝日型や日向型が装備しているマルチスタティックソーナーに対応させるという構想である。マルチスタティックソーナーとは、潜水艦に当たって反射したソーナー音を他の艦艇やヘリコプターなどが受信して潜水艦を探知するというものである。対戦ヘリコプターの SH-60 は護衛艦をはるかに上回る機動性により、指定エリアにおける迅速な潜水艦の探知が可能な対戦線において欠かせない兵力である。